裏には裏がある。表ばかり見ていると羨ましいし恨めしい、なら見てみよう裏側を。聞いてください、裏話。努力はきっと裏切らない。裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して、藤原玉樹、日曜の裏。おはようございます。 RKB アナウンサー藤原玉樹です。3月10日日曜の朝です。今週は日経平均株価が4万円の大台に初めて乗ったというニュースで話題になってましたね。ラジオ日経か、どんな冒頭だ。経済ネタを期待した皆さん、申し訳ない、もう出てこない。特に恩恵受けてないもの。どうですか、4万円、すごいけれども、へーみたいな、だからみたいな、ちょっとね冷めた感じ周りありますよね。何かバブルの頃の上り調子の活気づいてる感じとは違う。日本泡立ってる感じしないです。で、今日3月10日、これ2009年なんですけれども、日経平均株価が終値ベースでバブル崩壊後の最安値になってる日なんですよね。最安値、いくらか。ね。7054円98銭。安いね。3万3000円違うんですから。だから、これだけ数字見ると右肩上がりな感じするんですが、昭和は遠くなりにけりっていうかね。私のような昭和に憧れる若者っていうのは、何か上り調子のその日本っていうのをどこかで味わいたいな、昭和の感じっていうのを見てみたいなっていう、そんな思いがあるんです。令和、少しでも活気づいてくるといいなと思います。さて、今日は3月10日、私にとっては大切な日であります。今日の裏テーマはこちら、渥美清の裏。私、生まれも育ちも葛飾柴又です。大釈天で産湯を使い、姓は車名は虎次郎、人呼んで風天の虎と発します。ね、今日は俳優渥美清さんのお誕生日です。おめでとうございます。男はつらいよ、車虎次郎こと虎さんの役で知られていますが、渥美清さんは1928年、ですから昭和3年の3月10日がお誕生日なんですね。東京のお生まれですが、まあ、藤原をちょっと知ってるよという方はご存知だと思いますが、私は寅さんの大ファン、多大に渥美清さんに影響を受けています。もうね、ちっちゃい頃に渥美さんの歯切れのいい語り口、もういいじゃないですか。物の始まりが1ならば、国の始まりが大和の国、島の始まりが淡路島、もうあれを子守歌のように聞いて、もうこの喋りが人を魅了するんだなって、こう子供ながらに感じてたわけで、もうこうやって喋りで人を沸かせて仕事にできたらいいなと思い続けて、気づいたらアナウンサーになって、こうして皆さんの前で喋ってます。本当に渥美清さんがいなければ今の自分はなかったなと思うぐらいの方なんですが、これだけね、演技力があって、功績が良くて、それでいて一つの役だけをやり続けた役者さんっていうのは珍しいですよね。まあ正確にはやり続けることになってしまったのかもしれませんが、寅さん役をずっと続けていらっしゃいます。で、寅さんファンっていうのと渥美清ファンっていうのはちょっと違うんだよね。寅さんファンはもう、寅さんそのものが好きだから、例えば八つ墓村、金田一耕助やってますけれども、渥美さんなんか寅さんと違う、寅さん基準で見るっていうね。で、渥美清ファンは渥美さんが演じてるいろんな役を見たい。で、どっちかっていうと私は後者の方で、渥美清ファンなんですよね。はい、同じ人、はい、手挙げてくださいね。
わかるでしょ気持ち。で、トラさんを厚見さんの表とするならば、裏は厚見清という人間そのもの、人となりそのものなんですよね。で、この裏を知りたくて知りたくてしょうがないので、今の SNS 全盛とは逆で、まあ中里依紗さんの YouTube 面白いですけれども、ああいった形とはもう正反対で、私生活は一切ベールに包まれているっていうね、俳優さんがたくさんいた時代ですよ、昭和ってのは。で、その中でも徹底してたのが厚見清さん。もうなんか事務所の人も家を知らないなんてね。で、結婚してんのかしてないのかもわからない、経歴もわからない、もうそういう徹底的な秘密主義だったんです。だからこそ私などは、もう厚見さん亡くなってから生まれてますから、もう部分的にいろんな言葉の節々から厚見清さんは何を考えていたのかってのをもう考えるしかないの、拾い集めるしかないんですよ。もう孔子かみたいな、もう論語みたいにこう原稿録集めるっていうね。だからロケ地も回りますし、撮影中どんなだったんですかってのを聞きたいんですよ。厚見清という人がどういう人だったのか。マトラさんとはイメージが違う、おとなしい人だったという話もありますが、晩年 NHK の番組でインタビューに答えてるんですよ。で、これが私が最も厚見清さんの裏が出ているなと思う部分なので、ぜひ聞いてください。スーパーマンが撮影の時に飛べ飛べって子供たちに言われたって言うけれども、スーパーマン飛べないんだもんね、ピアノ線で釣ってんだもんね。トラさんも黙ってちゃいけないのかな、ずっと笑ってなきゃいけないのかな、24時間手振ってなきゃ、ご苦労なこったね。今年はトラさん55周年、日曜の裏は男はつらいよを勝手に応援しています。厚見清の裏でした。もうお時間になってしまいました。この番組ではラジオをお聞きのあなたからのあの裏を知りたいというリクエスト、裏取リクエストをお待ちしています。番組への裏表のない感想もぜひ送ってください。メールは ura@rkbr.jp、 ura@rkbr.jp、 ファックスは092-844-8844、 092-844-8844 です。また、ハッシュタグ日裏、アルファベット小文字でハッシュタグ日裏で投稿してください。藤原玉希日曜の裏、この番組は出演藤原玉希、演出藤原玉希、編集藤原玉希、音効藤原玉希でお送りしました。週明け3月12日、 ABC ラジオ裏の裏まで裏川です。4時半ごろに出演します。裏の参上2回目、ぜひ日裏リスナーの皆さん、裏裏聞いてください。ごきげんよう、さようなら。樋口清則です。僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています。固定観念や既成概念をぶち壊す。ポッドキャスト番組我思うゆえに我あり、ぜひお聞きください。